皆さんこんにちは。今日はですね、最近巷ではなかなかお店が営業したくてもできないことが多い、時間制限があったりするということで、キッチンカーが最近流行ってるらしくて、で岩崎本舗のですね、ハイエース、これはイベント出店の時にもう今バリバリ活躍してもらってるんですけども、その中身を結構自分たちで使いやすく改造というか改良してきて、それがキッチンカーではないんですけども、今から始めようかなと思っている方などに少しでもヒントになればということで、岩崎本舗号、ハイエース号を徹底分析、徹底解説していきたいと思います。早速後ろを開けてですね、紹介していきたいと思います。はい、開けてですね、一番最初に見えるこちら大きい商品持ち運びの企画、冷凍庫ですね。最初は車に乗せて使うっていうのが、振動もあるし、車内エンジン切って外に置いててすごい熱も持つんで、大丈夫かな、壊れないかなと思って心配だったんですけど、意外と普通に、ここもう2年ぐらいですね、使えてます。自分たちで作業をするときに、作業してですね、作ったこの板、実はこれ車内のサイズを自分たちメジャーで測って、ホームセンターに行ってですね、この板1枚1000円とか1500円とかで売ってある板をちょっと加工して、自分たちカットして車に合わせて作る、これが少し水漏れした時も簡単に拭き掃除で後始末ができるんで、これはもう安かった割にすごく重宝してます。で次に紹介するのが冷凍庫が入ってですね、意外とこの車広いように見えても上の部分、空間上部をうまいこと使わないと思ったより荷物が入らないんで、しっかり車全体に荷物入れるために上のバーがついてます。これもともとサーフィンをする方たちがよく使うらしいんですけども、サーフボードを入れたり乗せたりするバーです。結構頑丈です。今はここにですね、イベントの時テントを立てて看板を立てたりする時用の洗濯棒ですね、洗濯棒と上りの棒がここにセットされて入ってます。この袋なんで入ってるかというと、この紐で全体をこうスッと縛ってるんですけど、丸い棒の集まりなんで、車のブレーキとかでこれ1本だけキューって前に出てきたりする、その時に頭カツンで当たったり痛いので、それが出てこないように袋で両サイドを押さえて、キューとブレーキ踏んでも加速してもこう1本だけ出てくることがないようになってます、安全のため。こちらもちょっと見せるのもなんか申し訳ないかなと思うんですけど、これも、サイズを測ってホームセンターで売ってる木材を集めて、で棚を作ってですね、1番目にこちらの下に水を入れて、で2番目に、ボックスを積んで、こううまいこと高さを使っていこうと。でここに、少しスペースができるんで、ここにちょっと長めのテントを置いたり、もうがっつり積むときはテーブルはここの上に乗せて、下には幅をうまいこと使えるものを積んだり、上部も下段もマックス使っていく。2列目は基本人が座るところ、もう3人4人でイベント出店するときとかここを座って連れていかないと車2台3台になっちゃいますので、ここに人が乗るんですけども、一応いつも積んでるもの、イベント出店で、脅威となる突然の雨とかに備えてます。これカッパなんですけど、カッパが入ってたり、あとはちょっとしたトラブルに対応できるようにちっちゃな工具箱がこう入ってたり、
って2列目も畳めるんで、さらにここのスペースで荷物を乗せることができます。冷凍庫ですね。冷凍庫実際どうやって使うんですかと。車って 100V の電源、まあ、普通ないですよね。冷凍庫どうやって使いますかと言った時に出てくるのがこちら。これインバーターという、まあ、電気の変換の機械で、車のバッテリーから 12V の直流電源を家庭用の電気に使える 100V の交流電源に変換するという機械です。これを通じて冷凍庫は、まあ、市販品で 100V のものなので、これを動かすようにしています。インバータはどこから電源を実際取っているんですかというと、ハイエースはですね、ハイエースはエンジンがこの助手席の下、ここにありますんで、バッテリーがこれですね。バッテリーがこれで、この赤いコードと黒いコード、プラスとマイナスがあるんですけど、これを通じてさっきのインバーターに電源がいってます。じゃあ、さっきのインバーターを使うときですね、車のエンジンをかけて充電しながらじゃないと、インバーターだけ使うとすぐバッテリーが上がってしまうので、今エンジンかけました。で、スイッチの大元をですね、ちょっとここに移設してますので、インバーターのスイッチをね、こうやってオンします。はい、今スイッチ入りましたね。 13.3V、 190W っていうので、今冷凍庫が動き出しました。目的地まで福岡とか行くときはこの電源を入れっぱなしにしてエンジンかけて走っていくんで、そのままお商品はカチカチの冷凍のまま持っていけます。じゃあ冷凍庫のついてるスイッチ見に行きましょう。今冷凍庫ね、ここスイッチライトで電源が入ってるかどうかっていうのを二重確認します。車のさっき運転席の方で出た数字190とか200とかを見て、ちゃんとここもついてるかどうかここで確認します。はい、大体ですね、この冷凍庫で商品確認満足というと個数で1000個ぐらいですか。ギッチギチに詰めて1000個ぐらい入ります。そうそう、ここをですね、かなり最初悩んだんですよ。車で走ってる時はさっきみたいにエンジンつけて電源つけて走ってれば冷凍庫が動いて、もう商品はカチカチの状態なんですけど、じゃあ関西とか時にフェリーを使うようになったので、フェリーで1日、まあ、半日ですね、夕方乗って朝方着くまで車もちろんエンジン切っておりますので、その間どうしようかな、すごい悩んだんですよ。そこでひらめいたのがこちらです。じゃん、これはまあキャンプとかでよく使われてる充電器というか、まあ、これ自体がバッテリーですね。で、使用するときはスイッチをオンして、じゃあ今エンジン切ってるんで、スイッチタッチをかバッチリですね。冷凍庫もまたスイッチがついてます。冷凍庫ってもう完全に冷えてるときは消費電力節約のために動かない、0W の使用量、0W の瞬間があるみたいで、今ちょうどその間だったのかな。で、0W、表示は 0W でしたけど、冷凍庫としては稼働してます。充電器で大体
10時間から12時間ぐらい、状況によっても変わるんですけど、それぐらいは稼働しますので、フェリーに乗って駐車場に車を止めてエンジンを切って、で電源の元を変えて、今の使っている充電器に電源を挿して、コンセント挿して、まあ、次の朝ぐらいまでギリギリ冷凍庫が稼働できる。でまた次の日朝エンジンかけて移動始まるという時は、車のインバーターのスイッチをオンにして電源のコンセントを車から直電の方に差し替える。で朝の頃には今使っている充電器も空っぽになるんで、充電器の、充電コードが別にあるんですけど、それをインバーターに挿して充電しながら移動する。それの繰り返しで、まあ、何日間でも冷凍庫自体は動かせます。時には連戦して関西方面から岡山に向かって試合ごとに出店してで帰ってくるということも可能になっています。これハイエースができる前は車2台で行ってたんですよ。冷凍の車トラックとあと備品を乗せて常温を、持っていく車乗用車、この2台で行ってたんで、まあ、2台だとどうしてもね効率が悪いというか交通費も2倍だし、最低こう2人運転手がいるというのと、まあ、もっと言うと事故の確率も2倍になっちゃうので、どうしても1台で全部賄いたいなということで、この冷凍機能を備えたハイエースというのを作りました。まず1つが、まあ、実際大きいやつでもいいかなと、もっと大きいやつでもいいかなと思ったんですけど、僕以外も運転してイベントに出店するので、まあ、誰でも運転しやすいサイズってなると、やっぱりこのハイエースの中でも一番小さなサイズになったな。でもう一つは、市街地の遠征に行った時にホテルに泊まろうと思った時ですね、夜泊まろうと思って駐車場があるのかなないのかなって考えるときに、もし立体駐車場だった場合はだいたい 2.1 メートルとか、車の長さ5メートル以内とかがメジャーな大きさの限界になるので、それ以内に抑えたいと思ってこのサイズに決まったんですけど、実際出店イベント出店すると市街地で出店したとしても結局泊まる場所はそこから少し移動して外れ郊外の方で泊まるということが多かったので、ホテルの駐車場の大きさに関しては別に、この車の大きさの制限というのは考えなくてもよかったなと今になって思います。まあ、ただいろんなスタッフが運転していくので、この大きさ以上だとまあ結構ボコボコになっちゃうんじゃないかなというのは今も思ってるので、自分専用の遠征号ができるんだったら、作るんだったらもっと大きい車にしますけど、みんなで共有して遠征していくという場合はこの大きさで良かったなと結果的に思ってます。アウェー戦解禁されたらまたこのハイエース号とともにですね、アウェーもホーム戦も一緒に車とスタッフとともに参りますので、皆さん現地でねお会いしたらぜひ声かけてください。皆さんと会えるのをまた楽しみにしてます。ありがとうございます。